山里奈です。マロンと申します。マロンちゃん、こんにちは。よろしくお願いします。はい、マロンちゃんは明日から伊方原発の件で、四国に行くということなんですけれども、はい、今伊方原発の、再稼働をめぐって住民投票で決めようという動きがありまして、なんと八幡浜という町で住民の3分の1以上の方1万、1175名の方が署名をされたんですよね。そうです。はい、すごいことだなと思うんですけど、だけれどもその住民投票をしようという動きが却下されてしまったっていうことがあるということで、残念ながらね。はい、もう本当あの時頑張ったんです。私も3日ぐらい応援に行ったんですけど。あ、そうなんですか。本当にあの地元の方運用ね、司っている漁業組合の方が、だからやめてほしい、原発はもう勘弁してほしいっていうことを伝えられたりとか、みかん農家の方も皆さんも本当そんなことされたら本当に判決遅れないよって言われてて、本当にあの緑を守っていきたいなって思ってます。ふるさと愛媛頑張ってきます。頑張ってきてください。本当に実は私はこのママの約束という映画で八幡浜 の、 あの職業、職案に取材に行ったことがあるんです。でその時あの伊方原発が止まって財政的には苦しい中、うん、でもその、電力会社で働こうという求人に応募する方が少なかったということを言ってまして、そこにハローワークに来て来られた若者の男性が、そのできたら安全な仕事がしたいっていうふうに訴えてくださって、ぜひあの伊方をみかんだとか、うん、美味しい農産物だとか、ね、いろんな形で応援できたらいいなと思ってます。はい、はい、よろしくお願いします。ね、今あの電気会社、4月から4月1日からあの電力自由化が始まるということで、今までの原発を作ってきた大手電力会社だけではない、環境に優しい、人に優しい電力会社はどこだっていうことを探すようなプロジェクトも始めたいと思っていますので、よろしくお願いします、はい、ぜひ全国の方々とつながってあの発信していきましょう。どうもありがとうございます。じゃあ頑張ってきてください。はい、頑張ります。はい、レポート待ってます。はい、送ります。どうもありがとうございます。ありがとうございます。